松江は日本海軍の解剖艦、後に運送船から運送艦、さらに測量艦となった。艦名は中国東北部を流れ、アムール川に合流する同化船最大の支流、スンガリ。日本名は松花江と言い,い、そこから松江の名が付けられた。元はロシアの二小単煙突の汽船、スンガリーで1904年の日露戦争開戦直後、 二川沖海戦において、二川港で自沈した。その後日本側が引き上げて整備し、1906年に解剖艦、松江となる。第一次世界大戦では、新太を攻略戦に参加したほか、主に測量任務に従事した。1898年、イギリスのスコット社で浸水。6月に竣工。1904年2月8日から9日、日露戦争。 二川沖海戦で自陳。その後日本側が引き上げ整備。1905年6月25日、松江丸と命名。1906年3月8日、軍艦に編入、三島海防艦に類別、松江と命名される。1911年、海軍水路部と陸地測量部を乗船させ、南洋島に来島上陸。北側中腹の標高45メートルに、 同等発の三角点を設置した。また、同年7月28日に、父島の南南島にあるとされたフォルファナ島を捜索したが発見されず、この島は海図から削除された。1912年8月28日、三島海防艦が廃止となり二東海防艦に類別。1914年第一次世界大戦が勃発、第二艦隊付属として、 新太郎方面に進出する。1918年2月1日、特務船に編入、運送船に類別。1920年4月1日、特務艦に編入、運送艦に類別。1922年4月1日、測量艦に類別変更。1929年4月1日、除籍。後に売却。日本海軍士、第9艦。 第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。